ワン、ツー、スリー、フォー、レッツゴー、さあ行こう、ウクレレリュックに放り込み。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はお知らせ動画なんですけれども、すごいお知らせします。お知らせどころじゃないです、宣言します。宣言、何を宣言するかと言いますと、ガズさん、生まれて初めてのクラウドファンディングに挑戦させていただきます。はい、何をクラウドファンディングするかご覧くださいませ。ドン、こちらのウクレレでございます。こちらのウクレレ、はい、このウクレレはですね、ガズさんプロデュースして、ウクレレを作る専門家、いわゆる職人さん、日本人のビルダー川上くんという人と一緒に共同開発、かっこいいな。ここ腰を足を握りながらやったんですけど、このブリッジの形、これ私がデザインしました。デザインというとかっこいいでしょ。紙にピーと書いたんです。それを形にしました。はい、そしてこれ、こういうところ、これも木なんですよ。でスタンプピンは両方もちろんつけます。そしてこの後ろのこういう丸いでしょ、こういうところも角が当たって痛くないように丸く整えて、調整してます。でこれね、でここのポジションマークも で木を埋め込んでます。でここもね、これも木なんですよ。木に見えないでしょ。はい、こういうクレレをプロデュースしています。これはしかも1本ずつ人間の手で作ってハンドメイドです。手工業です。こういうクレレっていうのはね、皆さんも楽器屋行って見たことあるんで、まあ、結構高価ですよね。10万円とか15万円とかするんですけど、これをなんとか皆さんの手に安く届けれる方法ないかなってずっと考えてまして、今までね、このこっちのウクレレ、この私の今大好評発売中のこれよりまたさらに数ランク上のウクレレをずっと出したいと思ってたんですよ。そしたら今回ご縁があって、なんとベトナムで制作してます。これベトナムで作ってる。なんだけど、なんとベトナムで作るだけではなく、ちゃんとそこにウクレレ職人が行って、現地でちゃんとこの仕様を確認しながらやってるって、すごいやつ。見てください。驚かないでください。なんと、じゃあ、もうサンプルが届いてる。じゃあ、見て。はい。これちょっとどんな音ですか？ちょっと聞いてみたいでしょ？こんな音です。はい。これがね、これをサンプルにして作った、で、ベトナムから出てきたものがこれ。すごい、やっぱりもう同じ、すごい弾きやすいんですよ。やっぱりいつものようにここ弦高もめっちゃ低いし、響きがいい。これ単板って言って、木を薄く切ってる一枚板なんて、ものすごい響きがいいんですよ。はい。で、いろんなね、要素が詰まってる、これには。で、これも違うクレレです。すごくいいです。レスポンスもいいし。これはね、しかも、弾けば弾くほど、どん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 育っていくタイプのやつなんで、買った時よりも弾いてると音が良くなります。これを、先行発売という感じで、このクラウドファンディングでやるんですけど、その先、これはね、ウクレレを売ったら終わりっていうんじゃないストーリーがありまして、ベトナムで、その今、工場っていうかね、そこの工場まで作れればいいなっていうことを考えています。そしたら、こういうすごい高品質なウクレレを世界中に発信できる夢ですよ、これは。はい。そんなようなことを詳しく、ここに私のブログの一記事で書いてますから、ちょっと見ていただいて、で、改めてまたクラウドファンディングのご案内をします。これ、ね、ぜひ皆さんの手にお届けしたいと思います。値段をとにかく安いって言ってもないです。それでも比較になっちゃうんですけれども、まあ、期待しといてください。これ、クラウドファンディング。クラウドファンディングしますっていう宣言ですからね。はい。そのストーリー、さっきのブログとかで確認してくださいね。はい。ガズレレホームページもご覧ください。ホームページ見るといろんなこと書いてありますから、いろんな情報盛りだくさんです。よろしくお願いします。今回は宣言をしたという動画になっています。このウクレレ、ガズのベトナムで制作されている超ハイクオリティのウクレレのご案内でした。また、クラウドファンディングの情報お待ちください。よろしくお願いします。さよなら、よろしくです。おいっ。